それでこういう設定になっております。はい、どうも、シンです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、デスペックでも大丈夫、衛星を楽しむためのおすすめ画面設定をお送りいたします。アークサバイバルアセンディット、ご覧いただいている通り、かなりグラフィックが綺麗なゲームとなっております。それにあたって必要スペックも高いものとなっておりまして、なかなかスペックが追いつかずにですね、お困りの方も多々いらっしゃるかと思いますので、現状ですね、 RTX 2070スーパーノートパソコンでやっている私が最適解を導き出しましたので、ご紹介していこうかと思います。10シリーズの方に関してはですね、さらに画面設定を落とす必要も出てくるかと思うんですが、どのあたりを見ればいいのかもですね、合わせてご紹介していきますので、ぜひご活用いただければと思います。前半ですね、設定だけをいじった公式でも使える設定方法。後半ですね、ローカルやコマンドを使える方限定になるんですが、劇的に動作を軽くするコマンドを8つほどご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではですね、実際見た目としてはこういう感じになっております。ちょっと雲はおかしいですが、普通に動作としては問題ないかと思います。右側ですね、FPS 出しているんですが、今ちょっと録画しながらなので少し落ちてますが、だいたい30から20の間を行き来するようなイメージです。後の設定でいじれば出せなくはないんですが、アークの場合ですね、こんなに FPS 必要ないかと思いますので、これぐらいがちょうどいいのかなと個人的には思っております。実際ですね、クリエイティブモードのハイスピードでもですね、特にカクつくことなく飛べますんで、問題なく活用いただけるかなと思います。水中の方でもですね、通常水中結構重かったりするんですが、特に問題なくですね、動作できるものにはなっております。実際恐竜たちもこういう感じになってます。恐竜に乗った場合ですね、これもカメラ設定あるんですが、こういう状態ですね。動作がゆっくりなんで安定するかと思います。はい、ではですね、実際の設定について見ていきます。まず、エスケープボタンを押していただくと、設定と出てきますので、こちらから変えていきます。最初のスタート画面のところからでも設定は変えれるんですが、グラフィックに関してはですね、見ながらの方がいいと思うので、ここで変えていただければと思います。FPS 見ながらしたいよっていう方はですね、コマンド、後ほど後半の方でご紹介しますので、そちらでご活用いただければと思います。もう一つ余談なんですが、カメラのところですね、こちらにカメラシェイクと視野角っていうのがあります。視野角はお好みでもいいと思うんですが、酔う人は視野角広げていただくといいと思います。あとカメラシェイクに関してはですね、振動になってますんで、この辺はなしにしていただくとカメラ揺れないんで、カメラ酔い防止になるかと思います。まずは RTX のところなんですが、これは NVIDIA のブラボを使われている方限定にはなってくるんですけども、20シリーズ、30シリーズ、40シリーズ使われている方は利用ができます。一番上の DLSS に関しては AI を活用した解像度のバランス調整になっておりまして、そのバランスをこの下のところでですね、お好みで選べるものになってます。クオリティに寄せるのか、パフォーマンスに寄せるのかというところですね。今私はバランスにしております。これはオンにしておきましょう。ちなみにですね、これなぜかわからないんですが、パフォーマンスからオートとかはいいんですけど、ウルトラパフォーマンスにした時だけですね、一回閉じて開くとですね、表示が消えているので、文字数の問題なのかわからないんですが、特に動作的には問題ないと思うので、ご安心いただければと思いますが、表示は消えております。
続いて、この NVIDIA Reflex ですね。これもオンにしておきましょう。続いて、ビデオの設定ですね。今、私の設定はこういう感じになっております。一個一個項目ご紹介していきます。まず、解像度なんですが、今私は 3440×1440p になっておりまして、ウルトラワイドでやっております。これに関しては、お使いのディスプレイに合わせていただければと思うんですが、フル HD1080p でされている方に関しては、もう少し動作軽くなるかと思います。続いて、スクリーンモードなんですが、これもちょっと余談にはなるんですけども、ASE の時ですね、フルスクリーンモードで日本語入力すると落ちるっていうものがあったんですが、今回試してないんですけども、二次フルスクリーンモードでいいかと思います。グラフィックのデフォルトなんですが、ここに関してはですね、一旦変えていただくんですけども、アップデートが入りまして、最適にしたので、デフォルト設定で切り替えてみてくださいというアナウンスがありましたので、一旦は設定をしていただければいいかなと思います。設定項目変えるの、自分はめんどくさいんで、一回 K からスタートしますね。一歩ずつ変えていくので、どれでもいいです。まずですね、この解像度スケールのところなんですが、ここも結構動作には関わってくるんですけども、お好みで合わせていただければと思います。一応自分は50ぐらいですね。様子見ながら上げていっていただければと思います。右側の FPS ですね、出したいよっていう方は後半のコマンドのところでご紹介してますので、そちらご覧いただければと思います。続いて、こちらのアドバンスグラフィックですね。高度なグラフィックスということになっているんですけども、ここに関してはかなり動作の関わってきますので、これに関してはですね、私は今ちょっと録画している兼ね合いもありまして、K にしているんですけども、普通にゲームするだけであれば中とかでもいいかと思います。アンチエイリアジング。ここに関してはですね、高で大丈夫です。視野距離になるんですが、読み込みの範囲になってくるんですけども、これですね、あまり低くしますと、ぶつかってしまいますので、こうでも大丈夫です。ちょっとこうで重いなっていう場合は、注意に下げていただければと思います。テクスチャーは見た目に関わってくるので、こうで大丈夫です。しんどければ注意に落としていただいてもいいんですが、ポストプロセス。これは画像処理のお話になってくるんですけども、これに関しては、最高はちょっと重いんですが、K から高に関してはそんなに差を感じられないので、高でいいと思います。ここから影ですね。K でもいいんですが、中で大丈夫です。ちょっと K まですると、見た目的にだいぶ落ちてしまうので、中でいきましょう。グローバルイルミネーション。反射の兼ね合い、光の兼ね合いになります。こうですね、別にこうでもいけたりするんですけど、重い場合は中にしてみましょう。エフェクトクオリティですね。ここに関しては手にしてます。これがかなり重いものになりまして、高度なグラフィックと効果の品質ですね。ここに関してはですね、かなり挙動の重さ、FPS のところに関わってきますので、ここに関してはですね、手でいいと思います。もちろん様子見て余裕があれば上げていただければと思います。ファンのところですね。ここに関しても、中、もしくはこうで見ていきましょう。見た目に関わってきますのでね。右側、フレームレートに関しては、チェックつけておきましょう。これですね、スタート画面のところとかで、無駄に FPS 使ってですね、グラボが疲れるっていうのがあるので、必ずチェックはつけておきましょう。だいたい目指すの2、30にしてるんですが、ここは別に60のままでもいいです。モーションブラー、画面を動かした時のぼやけになるんですけども、これに関してはオフにしておきましょう。画面酔いになるんで、画質関係なくちょっと一人置いた方がいいかと思います。ライトブルーム、ライトシャフト、光差すところなんですが、オフにしましょう。低レベルストリーミングに関してはですね、これはオンで大丈夫です。歯と流体の有効なんですが、これに関しては動きになってくるんですけど、これはオフにしておきましょう。ここからですね、歯の部分の品質になってくるんですが、ここに関してもですね、最低ランクにしておきましょう。ゼロにはちょっとならないので、設定ではですね、下げておいていいと思います。ここからは足跡ですね、ホコリとか転写のところになってくるんですが、これもオフでいいです。ここオフですね。3D ウィジェットの方もクオリティゼロにしておいていいと思います。ここが画面設定になります。
このグラフィックスいじった場合に関してはですね、この NVIDIA のところが DLSS オフになりますので、これオンに切り替えてまた変えておきましょう。普通の設定変えるだけではいいんですが、この部分いじった場合に関しては、こうオフになってしまいますので、ご注意いただければと思います。あと最後ですね、セーブするのは忘れずにしましょう。これでこういう設定になっております。ではですね、ここからはローカルやコマンドを使える方限定になってくるんですが、コマンドで直接画面設定を変更していって、劇的に動作を軽くするというものになります。ただしですね、かなり雰囲気が変わってきますので、ご注意いただければと思います。状況を見ながらですね、何を使うかを決めていっていただければと思います。順番にですね、影響が出づらいものからご紹介していこうかと思っておりますので、ご活用いただければと思います。それではまずコマンドを使うにあたってなんですが、デフォルトでは使えなくなっておりますので、そこからご紹介していきます。設定画面を開いていただきまして、こちらのですね、詳細タブ、このコンソールアクセスってなっているところをオンにしていただけると使えるようになります。すると、左下にこのようにウィンドウが現れまして、ここから入力が可能となります。デフォルトではアットマークでもコンソールが開くようなんですが、どちらでも可能です。ここに入力していただいたり、コピペしていただいたり、あと上に履歴が出てきますので、過去使ったものいくつかに関しては、そこから入力することも可能です。ちなみに FPS 出すコマンドがこちら、スタート FPS ですね。エンターを押していただくと表示が出るようになります。この他にもですね、ソフトなどを使って出すこともできるんですが、軽く設定の時だけ見たいっていう方はですね、活用いただければと思います。ここからのコマンドすべてですね、説明欄の方に記入しておきますので、そこからコピペで使っていただければと思います。スペースとかですね、文字入力に関して正しく入れていただく必要があるので、できればコピペを活用いただければと思います。ではですね、実際に変更内容に入っていくんですが、まずご紹介する8つのコマンドがこちら。順番にご紹介していきますね。まずは大きく変わってくるところになってくるんですが、こちらのボリュームクラウド、雲のボリュームですね。これを使っていただくと、このように雲がなくなります。これに関しては雰囲気はちょっと落ちるかもしれないんですが、見やすくもなりますし、影響が少ないかと思います。そしてかなり軽くなります。合わせてですね、こちらのフォック、霧ですね、これも今の画面にはないんですが、切っていただくと見やすくなるのと、雰囲気落ちるんでね、お好みにはなってくるんですが、ご活用いただければと思います。ちなみにですが、メニュー画面ではいいんですけども、ゲーム落とすとまたですね、元に戻りますので、そこはご安心いただければと思います。やりすぎたと思ったらですね、再度一回落としてやり直していただければいいのかなと思います。逆に毎回入れないといけないので、全部使うのは大変だと思うので、履歴からご活用いただければと思います。続いて影響が少ないところでいくと、この水面の反射の部分になるんですけども、こちら使っていただくと、今ですね少し変わったと思うんですが、ここもですねやはり少し景色落ちてしまうところはあるんですが、影響的にはそんなにないかなと思います。一応この0のところ変更していただくと、10単位であったり01の範囲であったりっていうところもあったりするんですが、変えていただくと具合を変えていけますので、試しながらですねやっていただければと思います。続いてですね、こちら影の輪郭、ここに関しても活用していただいても、影がなくなるわけではないので、影の雰囲気が変わってきますので、さして支障はないのかなと思います。ここまでは割と見た目軽くなる割には影響少ないところになってきますので、活用いただければと思います。ここからですね、少し影響が出てくるんですが、今この状態なんですけども、草の有効になるんですが、これを0にしていただくと、
このように草がなくなります。これもだいぶ軽くなるんですけども、のっぺらになる部分もあるとは思うので、割と今回ですねこういう草関係多いのであまり影響ないかなと思うんですが、アイランドであればですね。ただ場所によってはちょっと雰囲気変わってくるので、ここもお好みで量を調節していただければいいのかなと思います。次にですね、試していただくのが歯の質ですね。これ変えていただくとこのあたりになってきます。これちょっと設定画面の方でも落としているんで、あんまり影響は出てこないかなと思います。こちらですね、被写角深度の品質になってきます。これ落とすとこういう雰囲気ですね。ここから一番影響があるところなんですが、影の質、これゼロにしてしまうと完全に影がなくなってしまうので、かなりですね軽くはなるんですが、あまり見た目的には結構きつい感じになってしまいます。特にこの最後の影の質の部分に関してはですね、どうしても辛い時以外はあまり使わない方がいいのかなと個人的には思います。これでですね、コマンドを使った後ですね、一旦メニュー画面に戻っていただいて入り直していただくと、かなり品質的には変わってきます。読み込み直すところがありますのでね、これで快適に使っていただけるかなと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、低スペックでも衛星を楽しめる画面設定をご紹介させていただきました。実際ですね、設定画面の方でもかなり動作は変わってくるところもあるんですが、最後ですね、ローカルの方とかはコマンドを全部使っちゃうと、今見てる通りですね、ちょっときつい印象になってくると思うんですが、影はですね、極力いじらない方がいいかなと個人的には思っているんですが、ご活用いただくとさらにですね、挙動が軽くなってまいりますので、ぜひご活用いただいて新しいパークですね、お楽しみいただければと思います。またですね、今後このようなコマンドであったりとか、いろいろ変わっていく設定をご紹介していきますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。一応次回、今の予定としてはですね、今一旦ですねライブで簡単に作ったキャラクターなんですが、各キャラクリのですね画面の説明であったりとか、おすすめのですねキャラクリをご紹介しようかと思いますので、楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他 Twitter や Discord などアークに関わる情報発信コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。